おはようございますす月25日9時48分モーニングショットをお届けしたいいと思いますまず本日の売買方針ですがドル円に関しては高値警戒感はあるものの105円の7565で買いから105円の45でストップを置いて106円の2030ゾーンで利食いをイメージしたいと思いますユーロドルにつきましては1.214535で買いから 1.21の ⑤ でストップ、1.21の90、1.22ちょうどでの利食いをイメージしました。ユーロ円ですが、128円の7060の押し目買い、128円の40にストップを置いて、129円の2030での利食いをイメージをしております。ポンド円は、 こちらの方も買いで、まあ、高値警戒感当然ございますが149円の6050で買い149円の25でストップ150円台3545での利食いをタイドルは1.411505で買い1.4080にストップを置いて1.417080での利食いを OG 円は84円の2010で買い83の90でストップ 84 7080円の70でので利食いをタイドルは0.794535での買い0.7915にストップを置いて0.798595での利食イをニュージー円ンは78円の5040で買いから78円の20にストップを置いて79円台2535での利食イをニュージードルは0.741505で買い7380でストップ 0.746575での利食いをイメージをいたしました昨日は米金利上昇を背景に特に長期金利の上昇を背景にドルが買われたといった動きが鮮明でございましてドル円の方もまあ一回あのまあ100に例えばこの一旦はですね100飛び6円の11までつけた後緩んでそれでも105円80が割れません えー、今朝方も8号2までということで、えーまあ、非常にあの堅調な値動きでございます、まあ、怖いですけれども、レベル間で売るのではなくて、やはりおしめ1回買ってみようかというふうに思いました、えー、5円の、ただ、このこちらの方4号が切れてきたら、もうこれはもう、ローンはやめるといったつもりで、えー、おしめを買ってみたいなというふうにイメージをしております、えー、まますたたた何か本日ございいいいしししらよろしくお願いしたいと思います。 もうだいぶ今日明日で2月もおしまいということで最後にですね収益飛ばしたくないのであまり無理はしたくないなと思いながらもレベル感でちょっと売れないのでこわごわと非常にあのまあ、高め警戒感あるんですけどやはり1回買いから入ってみようかとそんな風に思っておりますまた何かございましたらよろしくお願い申し上げますモーニングショットこれで終了です JFX 株式会社代表取締役小林芳子ですいつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること 連打注文が OK であること一日の取引制限がないこと薬状スピードが最速0.001秒とサクサク薬状することなどが選ばれている理由だと自負しておりますぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意いたしました新規口座開設期間内に小林義彦 JFX の YouTube 限定企画経由で新規講座解説をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントをいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など 私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。